警察によりますと、今日午前10時50分ごろ、札幌市南区石山一条7丁目の豊平川河川敷で熊1頭がハンターによって駆除されたということです。駆除された熊は体長1メートルほどで性別などは分かっていませんが、この付近で目撃情報が相次いでいた熊と同じ個体とみられています。 現場付近では、今日も午前8時前に警戒中の警察官が大きさ、1メートルほどのクマを目撃していて、札幌市と警察で警戒を強めていました。札幌市南区石山1条7丁目で連日目撃されていた個体とみられる熊1頭が先ほど駆除されました。